問題の公表から1週間。小林製薬は大阪市内で2度目の会見を開き、冒頭で謝罪したのは社長です。弊社を取り巻くすべての皆様に多大なる不安、恐れを与えまして、大変な思いをさせてしまったことと、深刻な社会問題にまで招いてしまったことにつきまして、改めて深くお詫びを申し上げます。この度は本当に申し訳ございませんでした。会見では紅麹を原料とする紅麹コレステヘルプを摂取していて死亡した5人は、判明している範囲で70代から90代で、入院した人が114人となったことが分かりました。先週の段階ではサプリから健康被害につながる恐れがあるとされる未知の成分が検出されたと報告していましたが、この1週間で構造まではだいぶ見えてはきております。国の研究機関とともに、我々は情報を提供しながら解明を進めていく、そのような方になりましたので、現時点ではどの構造体かというところはまだ明確には解明できておりませんので。一方、先ほど開かれた厚生労働省の会見では、小林製薬が原因となりうる物質としてプベルル酸の可能性があると報告していたことが分かりました。厚生労働省によると、プベルル酸は青カビの天然化合物で、毒性が非常に高いということです。ただ、腎臓に対する障害が起きたことがあるかどうかは現時点では明らかになっていません。小林製薬は成分の解明にはまだ時間がかかり、国と協力して分析を進めると説明しています。問題のサプリの製造時期は去年4月から10月でしたが、会見ではそれよりも前にサプリを飲んで体調不良を訴えている人がいることが明らかになりました。今、被害を申し出てこられている方の中で、その4月よりも前にそういった被害があったということをおっしゃっている方は他にいらっしゃるんでしょうか。数としましては把握はしてませんが、一部いらっしゃいます。今回の、意図しない成分が入っていたことによる、ことなのか、それとも、それ以外の理由なのかが今正直分かりませんので、今はそこは区分することができなくて、全体の数の中に含めております。これについても治療並びに、その中のやり取りの中で情報をいただきたいというふうに考えております。そしてサプリを摂取していて死亡した5人については、70代から90代の男女だったことも公表されました。サプリを、使用されていた方への補償についてなんですけれども、これはもうすでに連絡等されていますでしょうか。現在、3名の方、ご遺族3名の方に、ご連絡がついておる状態でして、まだお会いできているのはまず1名です。補償につきましてはまだ、その内容につきましてということではなくて、我々の、誠意を尽くすようにやらせていただきますということのご挨拶として、まずは面談に行かせていただいております。さらに、通院している人やこれから通院したいという人が合わせて680人ほどいるということですが、その人たちの補償については、まずは早く健康な状態に戻っていただく、それが大事なので、まずは病院にまだ行ってなければ行っていただくということも含めお話をしております。なので、まずは行くための費用としてそれを負担させていただくというお話をまずしております。小林製薬の紅麹原料は170社以上の食品メーカーなどにも供給されていました。 FNN の調べでは、問題が発覚した後、紅麹原料を使った商品の自主回収や販売中止を発表した企業は60社以上に広がっていて、その補償については、補償というのはどのような範囲でいくらぐらいになりそうかというのはありますでしょうか。現在回収をすべく努力をしておりまして、全容が把握できておりませんで、その影響、金額などにつきましてもまだ把握できていない状況でございます。ちょっとスピードが遅くなっておりまして、全容が分かるのがちょっといつ頃になるかということが今ちょっと申し上げられません。今日の会見を注目していた滋賀県東近江市にあるパンの川端の川端さん。何を話すんかなっていう気持ち、この段階で中間報告だとは思うんですけど、来た。メモを取りながら会見を聞く川端さん。30年間看板メニューとして販売していた食パンに小林製薬の紅麹を使っていました。ただ仕入れ先から先週の金曜日に紅麹の回収の連絡が入り、食パンの製造を中止しました。小林製薬では食品用の紅麹には未知とされていた成分は入っていないと説明していましたが、川端さんは会見を聞いても心配が解消されていません。今原因のカビ成分が入るのかとかね、その辺がちょっとやっぱり気になってたので、結局は分からないことですよね。原因がどこまであるのかっていうのが、一番まず知りたいことですしね。販売した6人全員から食パンを回収した上で返金を済ませていて、現時点で健康被害の連絡はないということです。次の代替のパンを持っていてくださいというご注文いただいたんで持っていったんですけど、すぐ昨日やっぱり電話があって、しばらくちょっと注文をやめようかなと思いますっていう電話をいただいたんですよ。やっぱり私紅麹のパンの味が好きなんですと、紅麹の方が美味しかったからって言われて、命のパン、紅麹パンっていう名前を看板としてね使ってて、これがもうこの先もう果たして復帰できるのかと。他の企業も今日の記者会見を注目していました。愛知県小牧市の製薬会社山本漢方製薬。ここでも製品に小林製薬の紅麹を使っていて、今週月曜日から自主回収を始めています。まだ補償内容については、補償するとは言っても具体的な内容っていうのが全くしてないので、どれだけかかったんですからっていうところからまずうちらは今集計してますので、そういったものをまるまるぶつけさせてもらって、じゃあどうするんですかっていうところで、でも具体案だけはどこまでという案だけはやっぱり欲しいですね。今日小林製薬が厚生労働省に対し、この未知の成分としていたものに対してこのプベルル酸である可能性があることを示しました。厚生労働省によりますと、このプベルル酸というものは青カビの天然化合物で、抗生物質の特性を持つことが知られています。で、毒性が非常に高いということなんですね。で、腎臓に関する障害が起きたことがあるかは現時点では明らかになっていないということで、今後も調査が行われるということです。で、サプリの摂取と死亡などの因果関係はまだ明らかになっていないんですけれども、小林製薬はサプリを飲んだ人に対しての補償について言及を始めています。はい、FNN の取材によりますと、このサプリを飲んで、亡くなった方というのは5人いらっしゃって、70代から90代の男女ということ、そして入院されている方は延べ114人ということなんです。で、補償に関してですけれども、サプリを摂取した人の一部に対し個別に電話で治療費などの負担を補償するというふうに申し出ているそうです。で、今日の会見で通院中、それから通院希望の人にも治療費の補償を行っていくとしまして、今日時点でこの対象となるのは680人ということなんですね。で、浜田さん、今回のこの小林製薬の一連の対応というのはどうご覧になってますか。最初にやっぱり医療機関から複数、症状が出た人がいるっていう、情報提供があったのが1月の半ばですよね。そこから公表まで2ヶ月余り経ってる、これはやっぱり例えばその日々サプリを飲んでる人とか、これだけ他社に提供していることを考えると、ちょっとあまりにもやっぱり情報の公開が遅かったんじゃないかなとは思います。もちろん原因特定できないしっていうことはあると思うんですけども、やはりその間に被害が拡大していく可能性もあったわけですよね。さらにちょっと私が今回いろいろ報道を見て感じたのは、最初の症状が報告されて、情報提供があってから社長に上がるまでに半月ぐらい経ってるんですよね。はい、こういった製薬会社とか食品会社で、健康被害みたいなことがあった時って、即やっぱり会社の中で共有されて、どうするかっていう経営判断を仰がなきゃいけないケースだと思います。そういう意味で小林製薬っていうのはいろんな新しい商品でこうアイデアがたくさんあるような、こういったので攻めの経営はすごく得意だったと思うんですけども、やっぱり今回見ると一連のこうリスク対応っていうのが非常にやっぱりちょっと軽視されていたんじゃないかなというふうには感じました。神崎さん、この未知の成分というのがプベルル酸であるという可能性があるということなんですけれども、今後、詳細についてもどのように調べていくのかなどのポイントについて、小林製薬がずっと調査をしてたんですね。はい、で、構造までは見えてきたと。で、今その国の方でプベルル酸かというふうに言われてるんですけど、まだ確定できてないと。はい、で、小林製薬の調査ではなかなか時間がかかっているので、小林製薬がデータを国の研究機関に預けて、今後は国の研究機関の方でですね、確定していくという、そういう作業になると思いますね。はい、そして関西テレビでは紅麹サプリを摂取し体調不良を訴えている人や患者の治療に当たった医師を取材しました。体にどんな異変があったんでしょうか。去年の10月頃ですねに体調がまずおかしくなったのが、おしっこに泡が出だしたんですね。おしっこがおかしくなって体も何かこうだるい。関西テレビの取材にこう答えるのは、小林製薬の紅麹コレステヘルプを定期購入していた40代の女性です。コレステロールの値を下げるため、おととしの4月から去年の10月まで毎日欠かさず1日に3粒飲んでいたところ、突然体に異変を感じました。とにかく体がだるくて食欲が減って。で土曜日、日曜日仕事がお休みの日もちょっと家でじっと寝てないといけないぐらいしんどかったんです。今までずっと何も異常がなかった腎臓が数値が急激にこの1年の間に A から D っていうのはね、結構もう悪い数値なんだと思うんですね。病院に行くと年齢的なものや疲れか何かかと言われましたが、再検査のため病院の待合室にいた時、今回の問題を知りました。なんでこんな急に悪くなるんだろうなっていう疑問は常に自分の中にあったのでね。でテレビ見たらこれだったのっていうような。また大阪の病院でも紅麹コレステヘルプを飲んでいた別の女性が腎臓機能の悪化で受診。診察した医師に話を聞きました。去年の6月から、今年の1月まで、飲まれておりまして、はい、1月に体調不良、体の調子悪くて、病院に受診されると腎臓の数値が悪くなってる、尿タンパクが出てますよということで。受診したのは40代の女性で、吐き気や胃腸炎の症状があったということで、腎臓の組織を取る検査をしたところ、尿細管間質っていう部分がかなりダメージを受けてまして、で、それが、薬であったり何かこう毒素によるダメージが来ることが多い部分ですので、原因がはっきり分からなかった、その時点で分からなかったんですが、そういう変化がありました。女性がサプリメントを飲むのをやめると、幸い腎臓の力が回復してきて、現在は経過を観察しています。もともと健康な方で、サプリメント飲まれてから腎臓が悪くなってきてるっていうのと、薬をやめられたことで腎臓の力が少し回復してきてるっていうのも合わせますと、因果関係がないとは言えないですね。この病院では問題が発覚した後、患者に提供している病院食に紅麹が含まれていないかを調べる作業にも追われましたが、当該の紅麹の使用は確認されなかったということです。この腎疾患の症状についてまとめています。厚生労働省によりますと、尿が少なくなる、それからむくみといった症状が出るということなんですね。で、大阪市立総合医療センター腎臓高血圧内科の濱田医師によりますと、この尿細管というものは薬や毒素でダメージを受けやすい、で結果腎臓の機能不全につながっていく。で、先ほど VTR の中でおっしゃっていましたけれども、おトイレにいた時に尿が泡立つといったことなど気になる場合は、血液検査、病院で尿検査などを行ってくださいということです。濱田さん、これ大きな影響がね、広がってますよね。今日やっと会見で死亡された方の年齢が発表になりましたけども、できる限り情報を早く公開できる範囲でしていただきたいなと。例えばその持病がある方とかですね、どういった傾向の方よりに深刻な影響が出ているのかということによって、比較的やっぱり飲んでいらっしゃる方はそれで病院行ってみようとかっていうことにもつながると思うんですよね。で、もう一つはやっぱりサプリだから、やっぱり皆さん健康にいいと思って飲んでいらっしゃいますけど、こういうことが起きた時に成分が濃縮されているあまりにやっぱり被害が今回拡大したのかなとは思います。で、今指摘されているのはこの機能性表示食品というものの安全性というのは非常にやっぱりその事業者側で担保しなきゃいけないということで、この制度自体の見直しという議論にもなっているわけですけども、やっぱりそういうことも含めてですね、やっぱり行政も国もですね、やっぱり安全性の見直しというものはしていかなきゃいけないのかなと思います。そうですね。まずはその国としてはその原因が何なのかっていうのをはっきりした後で、機能性表示食品、これについては国の審査を受けずに安全性というのは事業者に委ねられているわけですね。そのあたりがですから、これ事業者としての責任というのも濱田さん、これ重いと言いましょうか。本来であればそうだったと思うんですけども、こういったことを契機に今一度やっぱり審査の仕組みこれでいいのかとか、経済成長のためにある種の規制緩和をしてこういった商品を作ってきたわけですよね。そこも含めて今後のあり方は検討する必要があるかなと思います。神崎さん、そのあたりも行き過ぎた規制緩和になっていたのではないかという議論がこれから起こってくるかもしれませんね。そうですね。特に今回のような事案があって、ある種危機対応に関して言うと、やはりメーカー任せじゃなくて、そこは国が関与していって、やはり人の健康に関わることですので、そこはある種規制を強化していって、何か問題があれば、そこのメーカー側に対して国がもっと強く出るとかですね、もしかするともう、審査の時点で一定の国の関与というのが必要になってくるかもしれませんね。小林製薬のこの当該製品を摂取し、そして体調不良を感じられたという方、こちらですね、画面に出ている健康相談受付センターまでご相談ください。関西テレビニュース YouTube チャンネルをご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。